チャオ、あちゃんです。また今日もね、入院の島やからたそ散歩行ってきて、チョコモナカジャンボ買ってきて、アイス食べます。はい、もうこんなことしやんと暇でね、アイスが食べたくなってね、部屋で。この中ずっとおとなしくしててさ、ちょっとこあのコンビニじゃないわ、売店行くあのあれが癖がついてしまってさ、なんかアイスを食べたくなって、普段家におったらこんな食べへんねんけどね。でもアイスは好きよ、結構家でも食べるよ。ハーゲンダッツとか買ってあるからさ、やばいし、やばい。入院して幸せってあかんけどね。本当に売店ね、このなかなかエレベーター降りていけないんだから、自販機見とったらザクロジュース買ってて、お母ちゃんザクロ好きやからね、買ってきて。ザクロは美容にええねんで。昨日買ったポテチちょっとだけ残ってる、ちょっとほとんど残ってんね。いろいろね、コーヒーもまだ残ってんね、チョコもまだ残ってんね。なぜなら一気に食べへんからね。まだもうちょっと入院してないよね。口寂しいとき食べるのに。ちくわもまだ冷蔵庫入ってんね。昨日買ったほんとに食べきない。アイス食べたいだけ。チョコモナカジャンボはね、昔から好きでね、昨日食べてたのね。子供も好きでね、チョコモナカジャンボは。こぼしたほうが、ティッシュ拭いて。ティッシュ引いて、拭いてね、引いて、食べてんの。お腹の粉こぼれるやろ。幸せでしょ。勝手に食べていいのかな。いいよね。ああって裏見たら言わないけどね。ね、暇。ほとんどなんもない。今日の予定も終わっちゃったからね。あとは晩ご飯とで最あれだけ、なんだ、血圧測定とそれと晩ご飯で終わり。もうだから予定終わっちゃうね。あれでしょ、点滴でしょ、だから。で、リハビリでしょ、朝のリハビリ。ほんと、昼からのリハビリ。で、血圧が3回ぐらい来るのかな、というわけ。ほら、今、ね、日曜日まで点滴入るのよ。月曜日からなんもないから、もう大変。月曜日以降やからね、もうちょっと、あと検査があるんだけどね、目の検査とか。そう、採血しちゃう。痛かったよ。朝寝てる間に、寝てる時は起きたてにしてくれたけど。ほんで、めちゃくちゃ痛くなかったけど。いっぱい抜かれる時は痛い。ふらふらするけど。今日はそんなになかったから。一本だけ、ちっちゃいの一本だけだったら、ふらふらせへんだけど。あっちゃんね、採血されるとふらふらするね。で、どんどんね、ふらついて。何 cc 抜くんか知らんけど。で、血圧ちゃうわ、ね。ん？吸血ちゃうわ、なんやだや。献血や。街中でやって、あんなんしたら絶対死ぬよ。あ、日本とる人だけど絶対死ぬよ、じゃん。多分。
その場で向こうの世界に行ける気がする。それぐらいね、血抜くのが苦手や。一回さ、こんな注射器に、こんなぐらいに一本抜かれてね、意識失って椅子から落ちたことがね、すごい血を抜かれるのが苦手でね、うん、アイスまんまや。大根を先に行ってしまった。おいしいね。うん、甘い。一人で一個多いな。含めたら家で食べるときは一個に食べるけどね、ちょっと多いな。うん、その辺におばあちゃんとかにあげたらあかんねやろな。ね、食べるもんって病院なんか管理されてるもんね。おばあちゃんにあいつあげて怒られたらあかんし、ばあちゃんもね、あっちゃんね、あっちゃん怒られてもごめんなさいやけど、ね、おばあちゃんとか怒られたらあかんし、ね、うん、余計なことしたらあかんし、ね、看護師さんにあげようかな。入ってきてあげようか。でもあっちゃんかじってしまうんだ、あかんわ。多いわ。まあ食べられんことないけどね。今4時前、3時、4時前やろ。うち6時、6時半は、まあ、食べられるかな。中いっぱいになっちゃうね。うん。もう結構ちっちゃい。チョコモナカスモールとかないのかな。多いわ。夏場やったらいいけど、病院でなしこしたら全部大きすぎる。うん。でもさ、寂しいもんさ、冷凍庫はないよ。冷蔵庫しかない。リハビリ席でね、ちょっと頭を使って、で、歩いて4階まで登ってきて、歩くのリハビリましてね。だからちょっと疲れて、あ、甘いものが食べたくなったね。甘いもの、アイスを食べたくなったね。うん、明日はリハビリがないのに、明日は。じゃあ、明日から、脳を使うリハビリからね。で、運動リハビリは明日、明後日がないね。だから、ね。どうなんだろうね。はあ、退屈だわ。ねえねえ。まあ、ちょっとアイスを食べてね。誰かと思った、入ってきたらね、止めなあかんから気ぃつけろ。ポテチちょっと食べてみようか。2枚だけ食べて。あんまりいらんねえよ。うまかったからね、口なんかしょっぱくするのに。これ美味しいよ、バター醤油。チップスターのね、バター醤油美味しいよ。うまいわ。でもまだお客見ていこうか。じゃあ、かやんと自由にしてるあっちゃんです。はい。ということで、今日もね、アイスを食べて、ごきげんあっちゃんでした。ということでね、また、明日何しようかな。今やわ。早く食べさせてくれんかな。
まだもうちょっとあかんねん、点滴つながる。これが外れやんと大変できへんからね。うん、でももうね、多分頭でもまだね、考え事すると頭痛いね。うん、まあ多分ね、血の塊がね吸収されるらしいのね、頭の中に。だらいいねんけど、2ヶ月ぐらいかかるって。それまであなた頭痛するのか、全然違うことで頭痛してるのか知らんねんけどね、考えたりするとね頭痛くなるね。うん、あんまりあの煽るコメントやめてね。頭使うからしんどいねん正直帰ってからも当分煽るコメントとかアンチコメントやめてね、しんどいから。またここにねお帰りって言われたらあかんからさ、うん、優しくしてくださいね甘えんばあちゃんでした。まあね、みんな、絵は。はい。では、またね。バイバイ。